ここ日本、いや東京にどえらい連中が上陸する。いや世界ってのは広いもんで、とんでもない犯罪者がいっぱいいるもんだね。アメリカ、イギリス、ロシア、あと日本からもどえらく強い死刑囚5人がある日一斉に脱獄したってんのよ。つうか簡単に脱獄するのはわかるんだけどよ、そもそもこんな屈強な奴らをどうやって捕まえたのかを逆に知りてえわ。でそいつらがどうしたかって、これがよ、何でも東京にいるってんだから物騒で困るわな。そして奴らは口を揃えてこう言うんだ。敗北を知りたいってね。確かに東京には何でもあるけど敗北があるってのはどういうこっちゃな。ってんで聞けば、なんだって、地下闘技場ってところでやっていたトーナメントの覇者が東京にいるから、そいつに戦いを挑むってことなんだと。名前はハンマバキって言ったっけな。どう見ても普通の高校生なんだよな、肉体を除いては。そんでよ、その死刑囚たちが敗北を求めて大暴れ、拳銃で自分の方を撃つわ、トレーニング中の格闘家にいきなり切りつけに入るわ、道場破りに来てめちゃくちゃ暴れるわ、柔道家の食事時を襲ってめった打ちにするわ、鉄瓶ぶん投げるわ、とにかくやりたい放題ってなわけ。そんな奴らが東京ドームの地下に集まったんだと。例のトーナメントが行われてた闘技場があるらしいんだけど、ドームの下にこんなのがあるってんだから驚きだよな。行けばそのバキって子だけでなく、トーナメントに参加していた実戦向けの格闘家も待ち構えていたんだよ。こっから用意ドンってことで、いつどこで追っ始めようがお構いなし、ルールもへったくれもない、出会ってすぐに対戦ってわけだ。最強死刑囚との戦いの火蓋が切って落とされるってか。オロチドッポってハゲたおっさんとドリアンが早々に一戦交えたんだが、ドリアンってのがなかなか狡猾なやつで、アラミド繊維ってのでできたテグスを使ってたな。ドッポの手がスパーッとだよ、スパーッと。あと、とにかくすごかったのは花山ってのとスペックの対戦だな。詳しい話は片平っておまわりさんが細かく解説してくれていて、彼もちょっと憧れちゃうって語ってたけど、男が惚れる男、わかる気がするな。まだやるか。この戦い、いつ何時スタートしてもおかしくないってんで、授業中でもお構いなしにドイルってやつが襲ってきて、周りに迷惑かけちゃなんだからひとまず窓から退散って思ったら、泣きっ面に鉢、用務員さんを装った柳流子も待ち構えてて、挨拶代わりに釜をブンブン振ります。渋川の助けもあったけど、さすがのバキも毒ガスの魔の手に太刀打ちできない。この毒ガスってのが実は酸素だってからくりなんだから、これまたおったまげだよ。いくら肉体鍛えてようがバキ君も人間だもの、空気吸えなきゃ死んじゃうよね。あえなく惨敗した姿に徳川のおっちゃんも激横で、5人集めて説教だったりヤンヤ話し合ってる最中に、はい、やってきましたドリアン先生。とにかく芸達者のおじさんでさ、ガソリン持ってきたり、まあ逆にぶっかけられて燃やされてたけど、口から手榴弾は出すわ、円形ホールでも見ない芸が飛び出す飛び出す。そんな騒ぎにドッポの養子の勝美と加藤ってチンピラ風情も乱入したけども、加藤はサンドバッグの中にサンドされちゃったもんだから、彼が所属する新進会もそれはもう激横どころかムカチャッカファイヤー状態で、総動員でドリアン逆襲よ。門下生100万人に囲まれて連れて行かれたのは夜中の遊園地、童心に帰ってお楽しみのところやってきました加藤のマブダチ末堂敦史。三鎮駆使して検討するもあえなく敗退。それ見て新進会創始者のドッポが大逆襲、あら不思議、腕も回復して虎殺し復活、ドリアンフルボッコ、私の負けだ。これで決着かと思ったけど、しぶとく病院抜け出してドッポの奥さん襲うわ、逆上するドッポの顔面に小型爆弾食らわせるわ、卑劣のオンパレードってとこだな。とどめを決めたのは烈海王、実はドリアン、中国武術最高峰の称号海王を欧米人として初めて得ることができた拳法家だったんだと。列が仕留めたってのもなんか因果だよな。それでいて本当に童心に帰っちゃうんだもの。カンディ、そういえばバキが全然出てこないって。まあそんなバキ君も弱い17歳、恋もしたい、青春を謳歌したい年頃、愛する人を知り男になる日も近いのか。
未来ある若者の行く末を見守ろうってところなんだろうけどよ、また決体な奴らが出てくるわ出てくるわ、おまけに恋人小杉がシコルスキーにさらわれるわで一筋縄ではいかない波乱が続きそうな予感がするぞ。続きは東京 MX 他にて好評放送中、そしてネットフリックスで先行配信中のテレビアニメバキを絶対見てくれ。ネットフリックスならこれまでのお話も見れるからよろしくな。